皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者の高志です。今日はですね、ちょっと私事かもしれないんですけども、この週刊手帳術コラムが、100回目を迎えることになりました。ということで、じゃあなんだって話なんですけども、まあ、改まって何かをするとか、ということをちょっと考えたんですけども、でも習慣っていう名前がついてる以上、まあ、この100回ってなんだろうなって思った時に、多分通過点だなということをちょっと思ったんで、まあいつもの格好でやろうというふうにちょっと思って、普段の格好で100回目を迎えてます。で、まあ100回目ということなんで、当然1回目っていうのがあるんですけども、まあ実は0回っていうのがあって、まあこの週刊手帳術を出すにあたって、この本の紹介をするっていうのを、まあ0回っていうふうにしてるんで、まあ事実上もう100回は超えてるんですけども、まあちょっと節目だなということを、まあ考えて、まあ普段のままだけど100回を迎えて、まあちょっと節目だなということをちょっとお伝えしたいなということが、まあまず一つ目ですね。で、まあこれまでこう100回もやってきたんで、まあ少しは喋りが上達したかなというところではあるんですけど、まあ上手い人にしてみるとまだまだなんで、これからまた勉強していかなきゃいけないし、まあ、うまい伝え方があるんであれば、まあ、そういうものを取り入れてやっていきたいなというふうに思ってます。で、これからどうしていこうかなっていうお話をしたいんですけども、まあ、まずですね、本の紹介、中身の紹介っていうのは、これまで通り続けていきたいと思ってます。で、それにちょっと一つ加えて、私の手帳の中身、まあ、こいつか、この中身の話を多分今まで一切してきてないと思うんですね。で、まあ、本当のところどうなんだよって思ってらっしゃる方も、まあ、ちょっとぐらいはいると思っているので、まあ、その手帳の中身の話も、ちょっとこれからしていきたいかなというふうに思ってます。まあ、多分こう本の脳書きみたいな話なんかよりも、実際じゃあどうやって使ってるのとか、どうやってやるとうまくいくのっていうところが、まあ多分皆さん知りたいところではあると思うんで、まあ本の中身をこうどうやって手帳の方にこう生かしていく、まあまあ本当は逆なんですけどね、手帳の中身があってそれを本にしたっていう話なんで、本の中には当たり前の本、手帳のに書いてることが当たり前のように書いてあるっていうだけなんですけども、ただその実際の記入例であるとか、こういうふうにこう順序立ててやってきますんでというところは、多分この本の中にはなかなかこうお伝えできないっていうか、しきれないところがあったりとか。で、今まで100回やってきて中身の話を一切しなかったのは、もうちょっと私の中では、その手帳の何を使うっていうのはあんまり僕は気に しちゃいけないと思っていたんで、で、あえてそこの手帳に触れる必要ないかなと思ってたんですけども、ただなんか100回もしてくると、いろいろ欲も出てきて、まあ、ちょっと中身の話もしてもいいかなというふうに思った次第ですというところで、まあ、ちょっとその100回を迎えそうな時に漠然とそんなことはしていかないとダメなんだろうなと思ってたんですけども、まあ、ちょっとこれから、中身を少しずつご紹介していただけ、言っていければと思ってますということで、まあ今後も、まあ、200回、300回とか500回、1000回と、まあ、基本的には続けていくつもりなので、まあ、末永くというか、まあ、なんか役に立つことをこうお話ししていくつもりなので、まあ、皆さんの
お役に立てればいいかなというふうに思ってます。ということで、今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。運の高志がお送りしました。それでは。